さてと、やるといたしましょうか。こんにちは、はじめまして。パンクスパン、マリオカーズ。まあ、とりあえずこの動画は、俺が走りまくって、全力で楽しみまくるっていう感じなんで、よろしくお願いいたします。よし、じゃあまあちょっと、オープニングをざっと、どんな感じで見てみて、プッシュビー。飛ばすか、飛ばすか。ほら、このコースは絶対駆け抜けるから。飛ばすしようか、マリオカートグランプリ。あの、なんだっけ、どっちやればいいの。まあ、いや、100cc からやるか。100cc って誰ですか。まあ、とりあえず、じゃあ、いや、よしでいこうか。俺もノコノコは好きなんだけどさ、ノコノコ好きだけど、まあ、とりあえず、まあ、久しぶりにやるか。のこのカードもいいかなと思ったけど、まあこいつからでいいや。まあよしも好きだし、俺は。うい、あ、なんかスタートらしいね。これいきなり始めてしまったけど、危ない。あー、ボン、おこれちょっとどうやって操作するの。どうやって操作するっていうか、すごいカーブがドリフトがやりにくい。つかどこのお前が1位か、俺のライバル、ライバルよ。ほい、ちょっと色々操作忘れたな。あ、そう、 X ボタンで、あ、後ろが見れる。このコインを取るとスピードが上がる。おお、アイテムを取って、俺が使えたんじゃねえか、バカ。くっそ。いや、まあ、とりあえずお前には負けないよ、負けないよ、この子。バカコーラ、バカコーラ、おう、バカ、うい、甘いわ。もっと次ドンキーがあったら、お前、さっき復讐から、さっきお前、俺が思いっきりコーラぶつけたから、お前、俺に復讐をつけたから、お前のコンタは、やめんか、お前、やめ、よしよしよし、ケイ。誰々が何分でたどり着けますってみたいな、あの後ろに今ちょっと敗北者たちが今後ろにくるくる回って飛ばしちゃったけどさ、これまた映るか、あ、映んねえ。まあこれが今の順位だった。まあこれでこの一つのカップごとに5個ぐらいコースがあって、でまあその得点を競うっていうか、まあ、もちろんその順位が上がれば上がるほど、なんか、まあ、得点は高くなるか。まあ、でその最終的に一番最後のコースが終わっただけで一番得点が高かった人が優勝と。のこのこ、やめろお前ってやつ。ちょ、大丈夫かな、ちょっとマイクの位置もちょっと若干不安なんで、ちょっと息が吹きかかってないから、ちょっとじゃあお前ちょっとマイクが使ってないから、マイクうら、あ、あれコーラが、おお、もうふざけんなバッカ、ああめちゃくちゃやってくれんじゃないか、おい。だからはコインをうまく取ってスピードを上げると、そうすればトータル的にはお得なんですよ。そしておお、はい、キノコでダッシュ。あ、ちょっと本当はさ、ドンキーコングやろうと思ったんだけどさ、続きをね、まあ、極めようとしてさ、いや、データ見たらなんかデータが吹っ飛んでたデータ吹っ飛んだからボーンしたくなっちゃった。おー、またドンキーからだね、俺の大打撃ケツ余りやな。まずかあれドンキージュニアか、ドンキーの子さんなのか。あ、ちょうどいいや、お前の父親どこかふらついてるやろ。なんか風呂、なんか風呂したさ、風呂したさ、ういっ、やらさせんぞ、やらさせんぞ。なかなかお前なかなか良きライブです。認めてやろうか、マリオか。ねえ、ヨッシーの日頃の恨みを話したってことだね。オッケー。
自分やった LP とは違ったね、拡張子を使ってるんですよ。まあそれなんでかっていうと、ちょっとね、新しい動画編集ソフト手に入れたんで、まあそれでちょっと、まあ、もしできたらやってみようかなと思って、まあ、できなかったら今後で必要になるけどさ。で、その新しい動画編集ソフトも、その新しい別の拡張子に反応して、まあ自分がさ、やったな、やってた拡張子はなかなかできないんで、ちょっと待てよ。でもその新しい拡張子じゃないと、まあ、リクスと一番だけど、できないっぽいから、そう、とりあえずやって、やるだけやってみて、無理だったらもう今、すごいな、スーパーテクニック、パワー1、まあ、それでも、追いつかれちゃった。まあ俺にバナナやるとはいいときですね。覚悟はできてる。待てお前ら待て、俺さん置いていくのにいいときすんじゃねえ、この野郎来る。ダメか、あーこの木のバナナ野郎が、お前俺様に倒されてる、そのままひれ伏してしまう。わが、お、やばい、今何しめだ、コイン持ってかれてる、次元部だっけ、あいつやべえ、もうあれか、最初ラップか、いけ、てほい、間に合うか、いけ、あ、誰か、あー、いや、今回持ってかれたな、まあ、今回持ってかれたかもしれないけど、まあ、ええだろ、まあ、今のラン勝ってるからな、くるくるくる、お前ら早起きしたら、まあ、周りの位置強打するとおめえらしょうがねえやつで、俺が24でクッパートローバーなかなかない、まあ、21なかなか近いね、もう接戦じゃないか、あとは残りはほんとあれじゃない、全然得点稼いでない、でここはクッパーの仕事、スタートマッシュが成功しないんだよ。タイミングわかんない、最初の点点ブーンあたりやるんだけどさ、それがメイン、あとこれは俺の独走パターン、独走行こうぜ、あっしくバカジャンプはするさ、そしてそれでも俺は勝つよ、ほい、もう2周目からこのドッスンたちが動き出すのを注意してくれって感じで、もういいよ、もっと全部楽勝じゃないか、このコースは楽勝じゃない、じゃあ俺ちょっとあれだ、ルイージを周回ちょっとゆるゆず抜かしてやるぜ、あの一番ビリッケさん、あやめ、間に合うかな、おにゃい、おう、ちょっとなかなかここはシビアだ、やべえ、この音が聞こえる、あいつはドライブする音が聞こえると、やべえ、あいつが後ろから迫ってるぞ、あーやべえ、あーかん、あーではこのジャンプ、お前踏んでやろうと思ってんけど、ダメだ、なかなか4年間にかわすね、忘れてる、あっ、うわーマジか、やばい、今何周目、ちょっと待って、まずいぞ、これぞやぜ、得点を取らせるわけにいかん、1位鳴らせるわけにいかん、1のもお前引きずり下ろしてる、引きずり下ろしてっから、ちょっと待てろ、そこで、よし、邪魔すんな、このクソこれな野郎が、お前すっこんでるか、お前すっこんでないんだよ、お前は、間に合う、よし、邪魔す、ずっと出稼ぎなんだ、お前は、お前踏まれてるのもどうすんねん、バカ野郎、ああ。待てくれよ、ちょっと待ってくれ、ダメだ、でまあこれもまあ要求ということで、どうする、カットすっかな、これカットしてもいいのか、これはどんなにどんなに必要だったかな、
そうだったんですよ。本当にそうだったんですよ。こちら。そうじゃない。僕の言葉が全ておかしかった。壁にぶつからないように、ずっと気をつけて、ダッシュが動かずに、ずっと彼に触れば問題ない。全部。あ、取れない。何が悪い。これが分かるんですか。やめやすくしてくれ。だが、またくん、どんだけ無事ですか。この中で。あ、くしゃみぞ。ルイージやばいなんだあれ。ルイージ離されすぎだ。離された。神からの皆さんだ。ここのルイージ。ここの緑野郎。おい。マジ俺もこれ。やべえ。ああ、どうすん邪魔だお前は。すっごい。よし、クッパ。のこのこの反逆だ。この俺様が王様だに、俺ものこのこ操作してるときれいきわでいたわ。なんではないっす。あー、上飲む。よし。よし、ペイチ姫。ザナム。お前、毎回毎回さらってからさらにあんだよ。よしよし。おー、ルイージ。お前、乗れたぞ、だから。ちょっと同じ緑同士じゃないかっすよ。あー、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 あー。よし、勝ち。はい、今回、アシスト出してくる。1分57か。まあ、ちょっと。まあ、コースにもよりきりだろうけど、まあ、大体、じゃあ2分、1分半からさ、2分くらいって見ておけばいい。から2をキープすればいいと思う。で、ファイだ。このパターン。あれ？これもダメだ。ダメ。失礼。ダメだ。はあ。最悪だな。パート1からクソ目を飛ばす。サメをかますなんて、とんでもない恐ろしい。あっ、せやこれら。ああ、やばやばい。せめて2位内をキープしなければ。ああ、邪魔だ。バカ姫が裸みたい。裸みたいけど、なんだぞお前は。なんだぞお前は。俺のグラメだもん。バカだもん。素晴らしいテクニックをやるんですよ。いいぞ、記録を使い、ここは大ジャンプ、ドーン。ザマミョン恐竜様が1位だった。おお、でも今のクロヤツが引っ張る。滑っちゃうんで気をつけてくれ。やってる。ほい、楽勝だな。あばあばあ、まずい。これこれ、クソ、コーディナーとの接戦権、ラストバトルだ。せめて、いや、俺は勝つ、勝つぞ、勝つ、ここで勝つ、勝つ、ダメか、うまい。あー、まあいいや、まあいいや。ふぅ、1分40秒、まあそこは、まあ、知らんけど。差あったね。ドッキー全然あるじゃないですか。そこね、39-30。ここはかなり接戦だったね。はい、おめでとう、おめでとうございます。そして金のトロフィーを手に入れた。さよなら。お前、お前飲めや。まあ、このままでいいか。まあ、とりあえずね、まあ、100cc でも、そんな感じで。まあ、次はじゃあ誰にするか。ファイトネクスト。まあ、こんな感じでやってくるんで、失礼いたします。センスウォッチ。